はい、皆さんこんにちは、リンチーです。今僕が手にしているのがこのレッドミーの K20 Pro っていうやつなんですけども、まあね、あの噂では、ですか、スナドラの855を積んでたりとかね、あとソニーの4800万はそのカメラ積んでたりとか、まあ噂にはね最もハイスペックなカメラで、かつね値段がね、こっちの8ギガの256ギガのやつで、だいたい2999円だから、まあ、だいたい日本円に換算して5万円ってなって、なんか破格の安さだって言われてるカメラなんですよ。でまあとりあえずね、カメラ3つ確認できました。おそらく標準、広角望遠って3つに分かれてるんだと思うんです。それでね、このまあ対面切るんですね。とりあえずカメラでも開いていきますか。カメラね、あれ、あ、ここになんかソニー4800万、でカメラ3つって書いてあるんですけども、ここのところに、まあ3つともソニーなんですかね。とりあえずカメラでも開いてみようと思います。先にね、自撮りってみようか。あ、自撮りやったらね、はい、もう一回自撮りをします。結構素早くこのインカメがここにゅって出てくるんで、まあ、とりあえずノッチはないですね。で見た感じではまあまあ最近のスマホでも大体全部そうなんですけども、まあ、アウトカメラほどではないなという感じですね。どうにかね、アウトカメラにいいカメラを持ってきてほしいっていうのは、まあ、あるんですけども、とりあえずこれ見た感じではね、いい感じかなっていう、まあ、最近のね、ハイエンドのカメラの中で、まあ、いい感じかなっていう感じですね。はい、まあ、自撮りはね、手ブレ補正とかも、ね、撮れたりもね、はい、アウトカメラちょっと、撮っていきます。アウトカメラ、アウトカメラね、手ブレどうなのかな。これ、ちょっとね歩いてみると手ブレがどうか、ちょっと分かんないですけど、多分ねすごい効いてると思うんですよ。まあ、正確には分かんないですけどね、すごいいい感じで処理されてると思う。ちょっとねズームしてみますね。まあ、ズームもね、まあ、スムーズですね。どこまで行くのかな。ズームも10倍までいけるみたいですね。まあ10倍までズームいけたら、まあ普通の状況ではまあ全然使えるかなって、感じですね。あ、ちょっとね今ね 0.6 倍の超広角に切り替わっちゃったんですけども、いいっすねこの広角で。広角で手ブレ補正効くのかな。広角で手ブレ補正、まあこれねケーブルあるからね、そんな、ただ僕が見てる感じではすごい手ブレ効いてると思う。ね、最近のこのハイエンドのやつって本当に手ブレ効いてて、むしろね今 3,4 万円のなんかね、デジカメとかすげえ危ねえんじゃねえかって思うぐらい聞いてますよね。はい、もううまく処理しちゃうみたいな感じでね。はい、何しようかな、もう一回標準にして、まあ、標準で若くこのぐらいですね。あと、あ、録画モードね、そうだそうだ、録画モードで試さなきゃいけないんですよ。録画モードで、はい、自撮り、自撮りどうかな。写真と比べて、やっぱり録画モードの方が、画角は、だいぶ狭くなりますね。これ出てきたの分かりましたね、皆さん。もう一回いきます。ここ見ててください。ここ、はい、これニュッてこう出てくるんですよ。はい、まあ録画モードでこのぐらい、そっか、到了
まあ、自撮りだとねあんま手ぶれはしないんでそれは大丈夫なんですけども、向こう側写真録画だとやっぱり動画だとねやっぱりちょっと画角狭くなりますね。はい、でこれ 0.6 倍でもね 0.6 倍分かります皆さん、このさすごいっすよ、1倍でこれで、で 0.6 倍で、あ逆だ 0.6 倍でこれね、1倍このああもう操作がうまくいかない、0.6 倍これであのすごい近距離とかね、ただ、ね、超広角のいいカメラにね、僕としてはむしろ、ね、インカメラに欲しいなっていうのは、まあ、どうしてもありますけどね。あとまあポートレート、ポートレートでインカメ、はい、ニュッて出てきた、あポートレートモードです。あ確かに僕がねこれ見てる分には、まあ、背景ボケはしていますね。はい、じゃあねとりあえずね、いつものワンピチェック行ってきましょうか。ワンピチェックなんで、ね、ここブラウザで、ああこれだ、これどうやって切り替え、あこれだ、あ26、はい、ワンピはねちょっと絵がごちゃごちゃしてて、あ違うこれアニメ違いました、もう漫画って入れちゃいます、いや適当にして、はい出てきました、はい、900、今ねなんか標準のブラウザで、ワンピの漫画入れてます。あ出てきた、結構早かった、もう画面出ないな、まあ、これねあのここの、ネットの速度もあるんで、ね、ちょっと出ねえな、どうしよう、もう一回、あ出てきた、はいはい、まあ、細かい文字が結構読みにくいことがあるので、まあ、ワンピーがちゃんと読めたら結構いい感じで使えるのかなと。これなんですよ、ここ見えますよね、このゴニョゴニョした文字、こういうのがね結構見にくかったりするんですよ。漢字あだにはなんか超小鬼可是你家最人って、ね、まあただね、まあちゃんと見れるんで、あれこれはちょっとすいません、僕がまだ操作に慣れてますが、まあね、まあ普通にちゃんと使えると思います、っていうかまあ当たり前なんですけどね、おそらく、数字上は全部ハイエンドってことになってますね、このし、レッドミー、K20 プロですね、まあ、価格がね日本円にして5万円程度なんで、ね、欲しい人はすごい買ってみてもいいんじゃないでしょうか、ね、この辺のねちょっとほらちょっとゴニョゴニョした文字がねダメな、あれだと見にくいんですけど、最近のハイエンドスマホいいですね。なんか僕がやっぱ気に入ったのはこの、まあ、暗いとこでどうかは分かんないんですけども、このね手ブレ補正と、超広角、もうねこの2つがねすごいいいわ。だなんか旅行とかでなんか撮りたいときに、ね、ちょっとフラフラ行ってね、本当に自撮り棒とかにセットしないで、ね、スーッといただけでね、ちゃんとした映像が撮れてるとね、なんかすごい楽になる。もちろんね本当にいいカメラ持ってるっていうのも一つの手なんですけども、やっぱほら
まあ、ちょこっとね日常生活でそこまでいい絵がいらない時にはね、こういった手ブレ補正広角、まあ、最近のカメラ全部いいっすね。なんか、まあ、ちょっと暗い時には本当分かんないですけどね。まあ、そんなわけでね、今回レッドミーの K20 Pro でした。それでは皆さん、再見。